クロマックス。もうね、ブワーっつって、あ、ジュク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 って何言ってるか分かんないけど、車止めてもらってね、来ちゃったよ。はい、どうもクロマックスです。ということで、こちらのお車、気づいた方いらっしゃると思いますが、そうです、あの方のお車です。今現在は8月2日なので、こちらの車の愛車紹介を撮影する前なんですが、今、沙織さんがクリエイターズハウスに来ておりますと。まあ、奥にもあやさんがね、いるんですけど、今マスクしてないからね。で、なんで以前紹介したね、クリエイターズハウスに来てるのかというと、今からね、沙織さんとこの日本一周中のクリッパーちゃんでですね、弾丸0泊2日の宮崎往復をすることになってしまいました。そうなった経緯はおいおい説明するとしてですね、沙織さん、はい、お願いいたしますという形で撮影をしております沙織さんでございます。とりあえず片道17時間交代で運転して弾丸で行ってこようじゃないかということで、宮崎のアクティブキャンパスが行われる鹿小学校に現場調査に行くことになりました。なんでお前が行くんだって話なんですけど、俺も乗っかりたくなっちゃったから乗っかっちゃったみたいな。とりあえず出発したいというふうに思います。今ね、20時36分なんですけど、ノンストップで行ったとして到着時予定時刻14時19分だから、わー。はい、ということなんで安全運転でとりあえず進みますかね。はい、はい、はい、ということで、レンさんはね、そのね、顔が出ちゃうって言っているんですけど、はい、出発してまいります。はい、はい、クリエイターズハウスを出発して2、3分なんですが、もうとりあえず買い出しようってコンビニに寄った時に気づきました。 ETC カードをそれを忘れたということなんで、とりあえず ETC カードを取りに帰ります。はい、ということで今度こそ留守を頼んだぞ。はい、はい、ということで、スグルが助手席のこの画角って結構新鮮じゃない。でしかもこの車はクリッパーなんだけど、 DA17 と同じ型のクリッパーなんで、エブリの助手席に乗ってるこの違和感って結構あるね。沙織さんは今一人で日本一周をしてるから、助手席に人を乗せてる違和感と戦っているらしい。そもそもね、なんで鹿小学校に現状に行くようになったかっていう話なんですが、佐藤さんとやってるね、アクティブキャンパスのパンフレットとか、オリジナルの T シャツのデザインとか、佐藤さんからね、沙織さんにお仕事としてお願いをしていたんだが、現場見ないとね、イメージが湧きづらいって、今から弾丸で行こうと思うんですよねって話を電話で聞いて、スグル自身もしばらく忘れてたワクワクがちょっと蘇ってきたと思って、一緒に連れてってくれるんだったらガソリン代と高速代出すって言って乗っかっちゃったみたいな。スグル自身も心苦しかったのが、アクティブキャンパスの数日前には宮崎入りするつもりだったんだけど、一度もね、確認しないままでうちの動画撮っていくのもなんかちょっと寂しいなっていうような感じもしたんで、一緒に行かせていただくことになりました。はい、ということで、海老名を過ぎて中井のパーキングエリアでございます。運転お疲れ様でした。だいたい2時間近くかということで、休憩してドライバーチェンジさせてください。お願いします。はい、お願いします。はい、ということで協調性ゼロということでね、実はですね、あやさんがおにぎりを2人分つって作ってきてくれてます。おかかと多分シーチキンだと思う。これを食いながら進んでいこうかなと。はい、あと1273件。ということでね、おにぎり食べながら進んでいこうと思います。あやさん、ありがとうございます。ということで、現在時刻は2時22分到着まで1000キロを切りました。滋賀県の新名神内山サービスエリア、ガソリンがね、エンプティーランプついちゃいましたんで、ガソリンを入れてまた出発という感じかな。とりあえず休憩。はい、ということで、ガソリンを給油して、沙織さんのクリッパーちゃんはお腹いっぱいでございます。はい、ということで、車は明石海峡大橋を渡っております。今回は四国を抜けてフェリーにね、車を乗っけて九州入りするルートを取ることにしました。スグルね、初めて今明石海峡大橋を走っております。四方八方夜景が綺麗、神戸の方の夜景というか街並みが見えたりするんで、関東でいうところのレインボーブリッジとかベイブリッジ、そんな雰囲気のダイナミックバージョンみたいな。現在車は淡路島に入りました。今自分でハンドルを握って初めて走る場所を走ってるんで、結構テンション上がっております。ワクワクが止まらないんで、こういうね、
むちゃくちゃ映える景色が広がってるわけでございますよ。これヤバタ、この景色ヤバタ、これ皆さんにお届けしたい、この景色。いやー来たよこれ、やった徳島県に入ったぜ。1週間ぶりぐらいに徳島戻ってきたぜ。初四国でございます、おめでとうございます。いやこの景色はヤバいでしょ。このさ、あの瀬戸内海特有のこの点在する島々みたいな。はい、ということで上板のサービスエリアに到着いたしましたと。でここでね一旦休憩して、腹減った？だよね、おにぎりがいっぱいお腹に。いやあのおにぎりはちょっとね感動したわ。あやさんありがとう。ありがとうございますということでとりあえず休憩ということで、スグルが今テンション上がっててね、まだ元気なんでもうちょっとスグルが運転してという形で徳島道をひた走っていくような感じでございます。そう、話さっき聞いてて思ったんだけど、かおりさん自身、カメラが苦手。いや撮られると顔が変わります。あカメラ向けられると笑顔がぎこちなくなって作ってるってオラオラなフィットに煽られておりますが、安全運転で、はい、車を進めていきたいと思います。いい感じの景色が広がっておりますが、こんな感じの徳島道で、はい、吉野川のハイウェイオアシス、温泉とパーキングとトイレがこの奥にあるみたいです。せっかく四国に来たわけですよ、せめてうどんはと、せめてうどん食べたいですっていう話になったんで、とりあえずここでリサーチをかけてどこでうどんを食べるかを決めて運転を香織さんにバトンタッチという感じでございます。はい、到着予定時刻15時、あと488キロ、もう折り返しはしてるからね。ということで休憩ということで目的地が決まりました。鳥越製麺所ということで、とりあえずうどんを食いに行きましょう。いやということで高速のインター降りちゃいました。うどん食べに待ってくださってる佐藤さん、うどんだけは食べさせてくださいということで向かっていきましょう。お、ここかな、ここじゃね。100m 先に行かれる。あ、そこじゃなかった道の駅はそれ、あ、ちっちゃい、意外にちっちゃい。うん、道の駅豊浜。じゃあうどんは、うどんはその先です。 100m、 うん、ナビ的にはもう通り過ぎてて戻れって言ってる。あったあった、どうちゃいい味出してる、いい味出してるぜこれ。ということでこんな感じのうどん屋さんでございますと、行きましょうか。小、大、二玉、二玉、大で、大、はい、え、鳥天行かないの？天も行きましょう。だから小で2食べればよかったかな。この美的センスの違いよ。違いよ。なんか違いますね、見た目が。そうね。同じものを頼んだはずなのにね。すごい、腰すごい。これいいですよ、これ、うん、はい、ということでうまかった、とりあえず一発目満たされた感じで、はい、はい、ということで化粧がね、もう汗で崩れ落ちたかなということでサングラスをしている沙織さんですが、現在時刻10時42分、あと残り315キロ。今ね、四国の先っちょに行って四国の先っちょからフェリーに乗るっていう話ですよ。九州に向けてフェリーに乗ってしまうと思います。ほら、つぐるさん、すごい、おー、なんか棚田、棚田畑すげえすげえ、山肌がこういう感じになってるよっていうね。すごい、いや気持ちいいね。このさ、片田舎の漁港みたいな感じがたまらないわけですよ。一番最初にね、ブラクロの動画で見たのがね、タルさんが酔っ払ってる状況だったかもしれないですけど、普段はそうじゃないですか。あれが結構最大級だったでしょ。最大級だと思いますね、かなり今から宮崎、自走で行こうと思うんですっていう
中のラインでね、一気に俺のボルテージ上がったんだよね。これ今行かないとダメだと思って。熱が湧いてきましたみたいなのも佐藤さんに連絡したみたいじゃん。その、はい、佐藤さんもこれで落ち着いてって動画くれたんですけど、そう落ち着かなかったんだよね。、はい、アクティブキャンパスのパンフレットとかね、 T シャツデザインも含めてやってくれるよって話になって、そのデザインのことを考え出した時に熱がね、だんだんスグルもワクワクしてきて、俺も行きたいんだけどってなって。トールさんがね、言ってくれたからこそこの場でね、こんな綺麗な景色を見ることができてると。残りの距離も294キロ、300キロ切りましたと。ということで四国の先っちょを楽しもうと思います。いや、この穏やかな海たまらないね。セミの声で、そう、いやペリーの時間間に合うか分かんないのにね。もうね、ブワーッつって、あ、ジュクジュクジュクジュ、何言ってるか分かんないけど、車止めてもらってね、来ちゃったよ。そう、お着替え、お船の中でお着替え完了。ということで九州上陸やった。やばくない、これ。遅くなりました、おかしいよ。